保健医療経営大学は、福岡県宮山市世田課長高柳960の4に本部を置く日本の私立大学である。2008年に設置された、聖マリア病院を運営する社会医療法人行きの、聖母会を中心とした聖マリアグループ参加の、学校法人有明国際学園が運営する。カリキュラムポリシー教養教育については、豊かな人間性及び幅広い視野を養うとともに、 専門教育を行う上での必要な情報処理等のリテラシーを醸成する。専門教育については講義、演習、実習を通して自ら課題、問題点を分析、整理し、それを実際の現場において実践する能力を養うと、共に的確な根拠に立脚した課題を探求する能力や実践的に対応する能力を養う。 ディプロマポリシー所定の単位を習得し卒業試験に合格した学生には学士の学位が授与される。学部、編集保健医療学部保健医療経営学科2018年度まで2年次からは一般の経営学を構成する各分野や保健医療経営に関する科目を学習する施設経営コースと一般の地域政策学を構成する各分野や地域社会の中で 保健医療福祉のあり方などを学習する地域経営コースの2つのコースから1つの専門コースを選択していた。しかし2019年度より変化する社会環境の中で医療や介護を効果的に提供するために提唱されている地域医療構想や地域包括ケアシステムなどを視野に入れ従来の施設経営コースと地域経営コースを統合した。 マネジメントコースに改編され、新たに経営判断の基礎となる医療費データ分析は、もとより情報システム開発やサイバーセキュリティなど、今日的課題に対応するためにデータサイエンスコースが新設された。付属機関、編集図書館閲覧席108席、端末席12席、視聴各席3席のほか、ブラウジングコーナー、学習室、コピー機などを備えている。 増書数は2万2000冊程度であるが、収蔵可能冊数は5万7000冊程度である。資格、編集保健医療経営大学は、社会医療法人行きの聖母会のバックアップのもと、設立されたこともあり、聖マリアグループは、医療経営の人材育成のために、成果授業、課外授業だけでなく、将来の医療経営職を目指す学生の、学生生活を支援している。 大学独自のスカラシップ制度交通アクセス2014年度の日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価において評価の結果保健医療経営大学は日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合しているとは認められないすなわち不適合と判定されたちなみに2014年度の受信校のうち本学だけが 不適合判定となった。その後、二人の理事長を更迭し、二度目の審査を受けて記号となった。ただし、日本高等教育評価機構の認証評価は、私立大学が基本的、共通的な最小限の事項を満たしているか否かを判定し問題点を指摘するためのもので、大学の品質自体に何らかの保証を与えるためのものではない。実際、評価報告書は、 保健医療経営大学の経営状態が、開学以来、入学定員を大幅に下回る状況が継続し、設立母体からの借り入れ及び寄付による支援に依存しており、適切な財務運営の確立には至っていないことを指摘している。労働基準法では、法定労働時間を超えた労働や休日労働をさせる場合は、書面で労使協定を締結する必要があるが、 教職員の福利厚生団体である教裁会の会長を労働者代表として協定を結び届け出ていた。教裁会には管理職も含まれることから労働者の過半数を代表するものを選出し、労働者側の締結当事者とすると定めた要件を満たしていない。このように労使協定を適切に結ばないまま教職員に時間外労働をさせたとして大無田労働基準監督署から 是正勧告を受けた学生数は学校教育法施行規則に明記されている大学における教育研究活動等の状況について公表すべき情報の一つであり、これらの情報は学校基本調査における大学の回答に準じて公表することが考えられることと学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行についてに明示されているにもかかわらず、 昨年度の学校基本調査、2018年5月1日現在、及び2019年5月1日現在の情報が公表されてなかったが、2020年5月1日付の学生数は公表された。大学設置基準第13条によれば、保健医療経営大学において必要な1000人教員数は21名以上である。しかしながら、 2018年5月1日現在の1 0 0人教員数は21名と記載されているものの、教員紹介で公表されている1 0 0人教員は18名である。2020年5月1日現在の1 0 0人教員数は12名であり、教員1人当たり学生数は7.4人で、1任0 0人教員と非常勤教員の比率は11時18分と公表されている。ありがとうございます。